神様を信じれなくなったっていうのが続いてるじゃないですかみんなその宗教より科学を信じ始めたというこの100年の中でじゃあ神様を信じれなくてとはいえ原生でももう行き場もないって人たち、うん、まあ無敵の人たちですよね、うん、これはどうしたらいいんだっていう救いってのは、うんうん、テクノロジーが担うべきなんじゃないかなと。うん、次のチャンスを与えるってことおっしゃるですだから次のそのアメリカですよね、うん、違う大陸いやもしかしたら 金が埋まってるかもそれがまあ今地球は全部開拓し尽くしたので、うん、じゃあ仮想空間なのか宇宙空間なのか仮想なのかっていう、うん、その先をみんな探してるとだから危機とまあ希望って両方がある中で希望がなくなってきてるんで希望の土地ってのは一つのバーチャル空間っていうだけな気がしていてまあめちゃくちゃ分かりやすく言うと、うん、普通の学校でスポーツとかできない子が e、えー、スポーツにやって、うん、それでものすごくスターになれるっていうような発想、ね、そです、ね、それと同じようなことね。 これも一つの救いだと思うんです。うん